チパレはやってるよ。ほんとだ。あっち側から行こうか。オッケー。葉っぱが茶色くなってきた。ほんとだね。秋だ。まあ寒いもん、朝とか。そうね。寄せ植えさせられてる。今ほらジャン・ミシェルさんのさあれやってる。ああ、この間やったやつ。ほらあの見て、あの川になってる。本当だ、あれ川なの。あれ川なの。へー。あれはこの入り口に、うん、が天国の入り口っていう気持ちでそこに続いていく風になっているのですね。なるほど。ほう。と本人から聞きました。エッフェル塔が見えてきたよ。あ、本当？あ、本当だ。すごい見えんじゃん、今日。あっち側に行くともっと見える。よし、よし。よし、よし。今日晴れてるから、すごい綺麗じゃない？本当綺麗。よいしょ。秋晴れ。ここもほら、綺麗だし。確かに。おお、すごい綺麗、今日本当に。はい。すごい。最近こうやってやんでしょ。え、当てない、当てない。当てない。まあでもやっぱりなんか、パリに住んでてもさ、こうやってすごい綺麗に見える時ってそんなにいっぱいないからさ、夏場じゃないと。うん。いいよね。うん。遊覧船にも人がいっぱい乗っている。本当？うん。あ、本当だ。なんかだいぶ観光客が増えたね。そうだね、よかったね、本当に、うん、あの向こうにほらアンバリットも見えるでしょ。そうね、見える。アレクサンドル三世橋でございます。って書いてあるよ。本当だね。やっぱ綺麗だね。うん。1897年にできたんでしょう、多分。そうだよ。ほら。だって書いてある。うん。あの船の上でご飯食べたら楽しそうだよ。前食べたじゃん。あの上だよ。あっちか。うん、あそこテラスがある。本当だ。なんか目の前になんか不思議な三輪車もあるし。確かに。可愛くない？可愛い。うん。人やっぱ増えたね、観光客も。うん、本当に良かった。うん。フェルタワーも綺麗だわ、うん、変わらず。今日は天気がいいからとても気持ちいいよね。本当。うん。コンコルド来た。コンコルド来たね。オベリスク。ほら、見えるよ。うん。エジプトから来たんでしょ。あ、そうなの。だってオベリスクってそうじゃなかった。あ、確かに。確かに言われてみたらエジプトっぽいね。うん、多分。あ、そう。確かそうだった気がする。あら、なんか書いてある。でもほらやっぱりあれはさ、どう見てもそうでしょ。うん、そうね。よし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 。ルイ・フィリップ一世がセットオベリスクトランスポートで、ほらルクソールからフランスに運んだって書いてある。ルイ・フィリップね。うん。
こうやって運んできた。あ、こうやって運んできたって書いてあるんだ。お、ほんとだ。多分こう横にして持ってきたんでしょ、多分。じゃあチュイルリ公園行こうか。はい。結構人がいるな。本当だね。なんか工事やってんね。なんかやってるね。池？池の工事？あ、本当だ。なんか水なくない？もう水ないね。お掃除してるのかもよ。え？池の水全部抜く？あ、それ何？テレ東的なこと？そうじゃないの。すごい、なんかこんな風になってんだね、なんか。結構浅いんだね。うん。初めて見た。でもなんか、うん、下も石畳みたいになってんだね。うん、やっぱりだって昔作ったから石なんじゃないの。なるほど。わかんない。いや、なんかすごい規則正しいから昔じゃないかもしれない。昔じゃないんじゃないの、ね、なんか噴水の技術とかってそんなに昔じゃないんだよ。そうかもしれない。だろ、うん。少なくとも1800年代とかではないよね。900年代以降だよね。そうなの。そんな1800年代に噴水なんて作れたんだろ。わかんない。だからなんか椅子がすごい方々に散らばってるね。それはいつもの風景じゃないですか。でもいつもこの池沿いにあるのにさ、ね、のにな、ね、なんかもう所在ない感じ、ね、確かに。なんかすごいこんなところにまでオーガニックのなんかオーガニックの店舗があるよ。本当だ。プティファーマーズ。アイスクリーム屋さんじゃない。プティファーマー、うん、あれなんかつーさん変なものあるよ。んなんかしらあれ確かに、なんだろう、なんだろう、なんか並んでるね。うん、私あの白い顔が好き。あ、そう。うん、俺はまあでも他あの黄色い人かな、一番奥に。まあ別に無理に好きにならなくてもいいんですよ。だってなんかそういう感じの流れにされちゃったからさ、言うしかないかな。ダメだよ、そういう時はちゃんと自分の主張をはっきりとしてください。こうまっすぐ行くとルーブルだよ。うん、見えますか。こう、あ、なんかすごい人。え、こんなじゃなくない、いつも。いや、こんなもんでしょ。なんか結構もう全盛期ぐらい戻ってんじゃないのって感じがする。そう、そう。こんなもんじゃない。だって秋口って。そうだっけ。だってこれ以上人がいるってどんだけよ。でもそれファッションウィークの時とかはさ、それはいるけど、あのショーがある時はね。うん、こんなもんじゃない普通。そうなの。え、なんで、あなただってパリに住んでるでしょ。うん、すごい。そう、そうだね。ああ、なんか気持ちがいいわね。うん、こう空気が澄んでいる感じがします。そうね。うん、おちおち。じゃあ坂東部の方に行きますよ。はーい。こっちでいいんだっけ。うん。あ、なんか素敵な手袋屋さんがあるぞ。本当、昔ここ撮影したことある。あ、本当。うん、じゃあいい手袋屋さんなんだね。うん、なんかめっちゃ高級そうな飲みのじゃないや、アンティークショップがある。本当だね。ラデュレもあるよ。あ、本当だ。てかもうここからなんかいい匂いがすると思ったら、あ、グタールがある。本当だ。てかアニックグタールじゃなくてグタールになっちゃったんだよね、確か。うん、そうなんだ。いい香り。うん、本当だね。はい、バンドーム着きましたよ。おー、着いた。
着きました。はい、ルイスって書いてある。本当だ、なんかいろいろあるよ、見て、ほらほら、プチデジュネとかもある。へぇ、マドレーヌ、パティスリー、フォーミュール、ワッソンパティスリー、いろいろある。サンドイッチとか、へぇ、何でもあるじゃないか。いいね。よし、じゃ入るじゃん。おい、はい。あ、なんか本があるよ。本当だ。シェフ、インナートラック、トリュック。おい。でもほら、カリフォルニアに行ったフランスのシェフ、じゃあパティスリーって書いてあるよ。おい。面白いね。面白いね。あ、こっちになんかほら、いろいろ。本当だ。なんか食器もあるよ、綺麗な。食器も売ってるんだ。ほら。本当だ。なんかリッツのすごい高級そうな、あ、でもそんな高級でもない。いくら？ 9.5 だって、別にそんな高くない。あ、そうなの？これ何？ジャム、ジャム。あ、ジャムか。ほら、フレーズ、イチゴでしょ？フランボワーズでしょ？おいしそう。へぇ、あ、スーさん見て、これほら、シャンパンもあるよ。あら、マメちゃん。完璧じゃない。リッツシャンパン。お豪華な感じで。ダメだよ、ヒルから。あれ、そう、うん、お祝いじゃないんだから。羽見て、んこんなプロフェッショナルな、 あの、なんだっけ、なるほどね、なんだっけこれ、生麻酔やった、混ぜるやつね、混ぜない、取るやつ、へー、こんな、見て、シェフのエプロンもある。あ、これ着ればもう俺これ着ようかな、毎日これ着てようかな。そう、うん、すごいいいじゃんスーさんのスタイルとしてあー、なんか見て、美味しそうだよ、ほら。ほんとだ、このクッキーがすごい、すごい美味しそう。スーさん好きそうじゃない、これ、うん、バリバリ食べるタイプでしょ。また太っちゃう、痩せたのに。大丈夫、もう太ってて嫌な感じ。なんか不思議じゃない、このパンもまっすぐだよ。ほんとだ、なんだろうこれ、へー、面白いね、うん。これがサンドイッチなんじゃない？サーモンとか書いてあるから。あ、本当だ。不思議な形してるね。シーザーって書いてある。すごい不思議な形してる、ね。うん。シーザーサラダのパン、サンドイッチなのかな。うんうん。あ、でこれがミルフィーユ。あ、ミルフィーユ2号って書いてある。2号ってことはさ、も、うん、持って出かけられてる。そうでしょ。ってことだよね。うん、チョコレートバーもあるよ。おお。でこれ本当のチョコレートじゃないよね、きっと。あ、チョコレートじゃないんだ。板チョコみたいだけど。でもさ、これが板チョコあったら歯が欠けそうだよ。確かに。確かに。バキっていっちゃう。美味しそう。すごいね。あ、このブリオッシュだ。おお。これ食べたことあるよ。あ、本当だ。美味しかったね。うん、美味しかった、すごい。あ、すごいマドレーヌがいっぱいある。おお、すごい。集められてる、箱詰めされてる。こんな風に見られるんだ、素敵だね。へえ。現場に。本当だ、素敵。素敵だね。あ、ボンジュール。ボンジュール。ボンジュール。Vous allez bien？ Oui。Superbe。Bah, magnifique。Je suis ravi。Je suis ravi de vous accueillir dans ce lieu。Oui, merci。Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît en particulier ? Ah, en fait, j'ai une question. Pourquoi vous avez beaucoup de madeleines comme ça ? J'avais vraiment envie de mettre la madeleine à l'honneur. Oui. De pouvoir sucrer le Ritz et Paris avec la madeleine. Ah, ok. Donc, j'avais fait celle-ci avant, oui. qui est une fausse madeleine, avec un miel de châtaignier, un biscuit, des amandes toastées. Oui.J'ai fait celle-ci qui est au miel de châtaignier également, donc on a celle-ci, celle-ci. Ah oui. Et j'ai aussi décliné avec une boisson pâtissière. Oui. Qui se trouve, que je vais vous faire goûter. Oh. Qui est également à base de miel de châtaignier. Ah ok. Donc je pense qu'il faut que vous preniez les trois. D'accord, waouh. Waouh, c'est intéressant. Combien de goûts vous avez pour les On a sept goûts. Elles sont toutes fourrées individuellement.
On a la passion. Oui. C'est important, la passion. Oui. Ok. Pourquoi ? On a la framboise. Hein. On a le caramel fleur de sel. Oui. On a la chocolat. Oui. On a la miel de châtaignier, la mûre et la classique. La classique, oh. Elle n'est pas fourrée. Mais sinon, elles sont toutes fourrées et glacées au sucre. Et ce qui est vraiment très intéressant avec ce produit, c'est qu'on peut les garder 5 jours. Oui, à 5 jours. À température ambiante. Ah oui. L'idée de ce produit, c'était que ce soit un produit qui voyage, qu'on puisse transporter, qu'on puisse offrir, pour changer un petit peu de ce biscuit rond qu'on connaît tous, voilà, et avoir la chance d'avoir une autre offre. Ah, ok, voilà. D'accord. Donc c'est un produit qui est un peu plus sucré que ce qu'on fait d'habitude, mais ça se conserve très très bien, c'est aussi pour ça. Il n'y a pas de colorant, pas de conservateur. Ah, ok, ok. Et on va décliner bien sûr, par exemple, à Thanksgiving, j'en ai fait une à la courge. Oui. Avec des graines de courge. Oui. Pour Noël, j'en ai fait deux spéciales, dont une au caviar de vanille et une à la truffe, le champignon. Wow. Donc voilà, l'idée c'est de nourrir un petit peu le lieu avec des madeleines un petit peu spécifiques de manière à faire évoluer la gamme. Voilà. D'accord. Et j'ai une autre question. Dites-moi. Pourquoi vous avez les croissants et les pains au chocolat comme ça? C'est très long. Pourquoi je vais vous le dire assez facilement. Oui. En fait, ce qui est marrant avec le pain au chocolat, c'est que celui-ci, vous aurez le chocolat tout du long, à chaque bouchée. Oui. Ah, ok, donc... L'idée, c'était, en fait, j'avais envie de rendre pratique le pain au chocolat qui ne l'est pas, je trouve. Le pain au chocolat, c'est pas pratique à manger. Oui. Et j'avais envie de le rendre pratique avec un format un peu finger pour que ce soit plus facile à manger et qu'on ait surtout à chaque bouchée le chocolat. Ah oui. Et sur le croissant, c'est la même chose, sauf que moi, ce que j'aime bien, c'est couper le croissant, mettre une confiture à l'intérieur et le tremper. Là, vous pouvez le couper, mettre de la confiture et le tremper. D'accord. Et je le propose également en viennoiserie du moment avec de la figue. Oh, ok. Voilà. Pour commander, quelle est votre signature du boulet? Signature, s'il devait y en avoir une, j'en ai plusieurs. Oui. Non, je pense que l'entremets madeleine est vraiment... C'est le premier gâteau que j'ai créé au Ritz. Ah oui, ok. Et je voulais absolument un gâteau qui soit généreux, en même temps léger. Si je devais définir ma pâtisserie aujourd'hui, je dirais que l'idée, c'est d'avoir le maximum de volume avec le minimum de poids. Oh, ok. Et toujours dans le juste sucre avec un équilibre des plus parfaits, quoi. Parce que je suis convaincu qu'aujourd'hui, si un gâteau est trop sucré, vous allez avoir envie de boire de l'eau ou de vous rincer la bouche et donc de perdre quelque part la saveur qu'on a essayé de transmettre. Ouais. D'accord. Ok, donc je vais les commander après. Mais je veux d'abord essayer ça. D'accord. Oui. Donc la boisson pâtissière, c'est d'abord de la crème. Crème, ok. C'est important, la crème. Oui. Donc on met de la crème. Oui. Oh. Oui. Après, on met un lait qui est biscuité selon une recette très spéciale que je garde confidentielle. Oui. Voilà. Ensuite, sur le dessus, je viens rajouter une poudre d'amande torréfiée avec une poudre de biscuit toasté. Oui. Et je termine. Oui. En plus, avec la musique qui va bien, là, c'est magique. On se croirait presque dans un film. Hein. Oui. Waouh, mais c'est chaud. En fait, j'avais vraiment envie, avec cette boisson, de rendre possible la dégustation d'un gâteau en marchant. Ah, en fait, je suis parti du principe que Paris est une ville magnifique. Oui. Donc, on s'y balade. Oui. Et finalement, c'est aussi la capitale de la pâtisserie. Oui. Donc, quelque part, je trouvais tellement difficile de manger un gâteau en marchant, je me suis dit, on va le boire. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est vraiment l'idée. Ok. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaira. Et, et je vous conseille vivement de goûter l'entremets madeleine après pour vraiment comparer les deux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Ok. Merci beaucoup. Merci. Non de mita. Non de mioka. おいしい、めっちゃおいしい。あ、そう。軽い、思ったより全然おいしい。あ、よかったね。なんかあのシャテンの味がすごいして。あ、そう。うん。なんか朝ごはんにもなりそうなこうミルクシェイク感、おいしい。いいな、これも飲みたい。
飲む？はい。ありがとう。あ、美味しい。嬉しいこれ。甘いもの好きにはたまらない。うん、メッシー、おー、おー、美味しそう。美味しそう。メッシーボコー。メッシー。メッシー。すごー、すごい。はい、どうぞ。ありがとう。あ、向きはこっちやった。はい、はい、ありがとうございます。はい、半分こするでしょう。うん、いいよ。まあ、これは食べたことあるけどね。こっちだね。うん。初めてなの。そうね、確かに。はい、いただきまーす。あー、いただきましょう、いただきましょう。美味しそう。まずこれを食べてみる。ああ、いいね。あ、ほんとフレンチトースト感があるぞ。ほら、見て。確かに。よいしょ。何、上に乗ってるの、なんだっけ。で。あれか。どうでしょう。ん、おいしい。うん、おいしい。もう一つもお願いします。あ、そっちが、あ、よい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 よ。はい、どうぞどうぞ。好きな。こっちね。これはね、もうおいしいの分かってるんだ。ほら、はい、どう、うん、やっぱ美味しいわ。あ、そう。じゃあ僕もいただきます、うん、いただきます、うん、美味しそう。え、ん、下はね、下はね、フレンチトースト、うん、へー、なんか面白いね、いろんなこと考えるね、皆さんね、うん、マミちゃんが子供投げに食べてたからさ、うん、なんか簡単に切れなかったことは俺全然切れなかった。もう熟練の技なんですね。美味しい。なんかすごい笑顔になっちゃった。本当だ、笑顔だ。今日一番の笑顔をいただきました。あ、俺好き、このキャラメルのさ、うん、感じといいさ、わかるでしょ、うん、俺が好きそうでしょ、うん、すごい、これ私こっち好き。甘いもの好きにはたまらんべろよこれ。私クリーム好きだからこっちが好き。うん、なんかさ、重そうに見えるのにちょっと重くないのがすごいよね、うん、これとかさ、すごいふわふわなのね。あ、それも食べてみよう。これはすごい美味しいよ。そうね、確かになんかキャラメルってもっとなんか重いよね、普段ね、うんうん、私だって基本あんまキャラメル好きじゃないもん、うん、でもこれは美味しいと思う。美味しい、うん、あ、なんか嬉しい。よかったね、こんな美味しいもの食べられて幸せ。うん、よかったね。あ、すごいふわふわ、てかなんか上がパリッとしてるのね。うん、これ前食べたけどね。俺食べてないよこれ。食べたよ。何言ってるの。いっぱいいっぱいあったから分かんなくなっちゃったのかな。へえ、美味しくない？これ、うん、大人。え、これを食べてからこっち食べると、うん、なんか大人。そう、なんかこれシャテンヌだからね。全然甘くない、うん、甘いんだけど、うん、なんか甘って感じじゃない、うん、全然。これすごい美味しい、うん、なんかこれは甘いもの好きには勧められるけど、うん、甘いものがそんなにでもないって人にはちょっと重いかもしれないなって思っちゃうけど、うんうん、これは本当になんかこれがミルクチョコレートだとしたら、うん、これはビターチョコレートって感じ、うん、だビターっていうかなんかこう 70% カカオみたいな。なんかクリームが好きな、甘くないものが好きな人にはぴったりなの、ね、私みたいな。あ、そうね、マミコね、うん、確かにマミコのためにあるみたいなね、うん、この中のバニラの粒よ、おいしいわ、最高やね。やっぱりなんかパリは誘惑が多いよね。なんかさ、うん、パリはケーキがおいしいのになんで食べないのって言われてたんだけど、ずっと。あ、そうなんだ。私ほら甘いもの好きじゃなかったから、うん、確かに、ケーキとか食べなかったけど、うん、最近すごいケーキがおいしくて。そうね、しょっちゅう食べてる。まあそこが一番ツーさんから影響を受けたところなんじゃない、うん、甘いもの食べるようになったよね。最初の頃全然食べなかったよね、うん、うん、全く興味なかった、うん、よくない、うん、悪影響え、悪影響なの？いいじゃん、なんか甘いものを食べて幸せに暮らそうよ、ね、うん、うん、今日もいい一日でした。おしゅうございます。おしゅうございました。じゃあまた来週ということで、うん、さよなら。